はい、ちょっと小ネタです。今ヒットボックスのボタン交換中なんですけど、もともとついてる端子がクソ硬くて抜けないんで、まあこの端子が硬い2020ということで、ヒットボックスの端子の抜き方をやります。用意するのはまあマイナスドライバーですね。まあこれちょっとね、もうちょっと強そうなやつが良かったんだけど、ちょっと今回細いやつしかなかったんで、これを使います。まあ多少細い方がやりやすいかな。で、ヒットボックスの端子あるんですけど、この平端子のこの側面ですね。側面の根元にこのドライバーを滑り込ませて、てこの原理で抜くっていうのが簡単です。ちょっとやってみましょう。よっ。こんな感じで入れて、根元に合わせて、てこでずらす。ってやると、抜けます。ペンチでね、始めようとしたんで、クソ硬すぎて、辛かったです。で、まあ、もう一個の方も、まあ、同じように。奥側も、まあ、ちょっと、動画、カメラ撮りちゃったね。これで見えるかな？見えてない。こうか。ここに合わせて、この根元にこいつを、まあどうせね、交換性ボタンなんで、この台座はえぐれちゃってもいいんで、入れて、こう、てこで、こう、やるとちょっとずれますねって、で、ある程度見えてきちゃったら、まああとは引っ張れば、抜けます。これでなんとかできるっていう感じです。というわけで、まあ皆さんも頑張って、引っこ抜いて、まあ引っこ抜いたらね、あと刺すのは簡単なんで、刺してボタン交換して、全部いい好きなボタンでヒットボックス楽しんでください。